トークロウ地層。山本周五郎。しばらく、しばらくお待ちください。金高ト九クロウは、そわそわしながら急に表を上げていった。ただいまお達しの御意、今一度仰せつけられとうございます。その必要はない。 老職水の種目は、東九郎がそう言うだろうと兼ねて帰していた様子で、あらぬ方へ目をやりながら言った。来たる六月より勝ち組支配を免じ、地層版仰せつけらる。それだけのことだ。分かったら下がってよろしい。それは、その、ご上位でございますかもちろんのことだ。 もしや、人違いではございませんか。金高には与えもんもおり、現場もおります。私に地層番のおたしは、ちと下しかねまするが。穏やかならぬぞ、金高。主名はきっと振り向いた。お上の御意を不服だと申すのか。もったいない。決してさようなことはございません。決してさような。 では、ありがたくお受けをするがよい。ああ。トークロウは手を挙げて額をこすった。日に焼けたたくましい額から横瓶のあたりを手でこすりながら、しばらく吐息をついたり、膝をもじもじさせていた。彼がそんなに落ち着かない様子を見せるのは初めてである。よっぽど去就に悩んでいたらしいが、 やがて心を決めたと見えて、太い眉をピクリとさせながら言い出した。誠にわがままな申しようではございますが、ご老職もご承知のように、私は武骨者で礼儀作法に疎く、誠の野人でございまして、とても地層版などという堅苦しいお役は務まりかねるかと存じます。だからどうだと申すのだ。 つまり、その、あれでございます。その、私ごとき者には、お受けはならぬということか。ひらに、ひらに。東九郎は両手を下ろしながら言った。ご老職の格別のお口添えを持ちまして、この儀はごめん願えますよう、おとりなしのほど、ひらにお願い申しまする。 彼の額には汗が滲み出していた。ご上位に背いてもお受けはならぬと申すのだな。務まり兼ねるお役と分かっているものをお受け申して過ちをしでかしますよりは、初めから辞退するのが死闘だと存じます。主めは眉をひそめてじっとトークく老を見つめていたが、やがて静かに頷いた。 よし。では、そのように言状しよう。トークローは退出した。バカなことだと思った。おそらく何かの間違いだろうとも思った。金高トークローは、五百国の番らで、勝ち組の支配をしている。年はその時二十六歳。 まだ独身なので、方々から随分縁談があるが、耳も貸さない。彼は自分で言う通りの武骨者で、野人で、この数年来、家事組に野戦の訓練をさせることに熱中していた。岡崎は西国諸藩に対する江戸幕府の第一戦である。どのようにも武を練って、万一の場合に備えなければならない。 彼はそういう信念を持っていた。これは決して架空な心配ではなかった。幕府はすでに三代家光の世になっていたが、太平の礎はまだ不動のものではない。一例を挙げてみると、寛永十一年に家光が上洛した時、帰りには名古屋城へ立ち寄ると言いながら、ある事情からにわかにそれを取りやめて、 彦根城へ入ったことがある。万端の支度をして待っていた大納言義直は非常に怒り。かようなお扱いを受けては天下に対して微衆の面目が立たぬ。所詮城に立てこもって将軍家に一合戦挑むより他はない。と決心した。その時は紀伊の頼信が共感して事なきを得たが、 三家ですら一つ間違うとそういうことになる状態なので、岡崎の位置は誠に重要だったのである。だから、東九郎の野戦訓練は徹底的だった。干渉西愚にかかわらず、矢萩川を挟んで常に武者押しの行われない日はない。そして、あるいはその戦闘に馬を借り、また、 采配を手にしっこする彼の姿を見ないことはなかった。しかも、そういう時の彼は正気発達として全身が炸裂する弾丸のように見え、その圧力をもって百戦の人数を自由自在に動かしていた。これが金高東九郎の本領であった。不愛想で口下手で、性格はどちらかというと粗暴で、 人付き合いの悪い方だから、上中の務めなどあまり評判が良くない。ただ、勝ち組を指揮して野戦の訓練をするときだけが最も得意でもあり、その人柄にぴったりしているのだ。ところで、地層版とはどういう役だろうか。 岡崎は東海道の主要な駅の一つにあたっているので、参勤交代で上下する諸大名が絶えず泊まるし、尾張、紀伊の両家はじめ、幕府重職の宿泊することも多い。それで、作法ぶれ、地層ぶれというものがあった。作法ぶれというのは、長役人の方の務めで、町の騒音を取り締まり、道を清めたり、水手置を出したり、 森綱をしたりするのである。地層ぶれというのは、宿泊する大名の格式によって、出迎え、見送り、宿所の世話、接待、共応などをすることで、主に町奉行がその賞に当たっていたけれども、別に千人の者がいて、上中との間を斡旋した。これが地層版である。ことに、 微州けや奇州けが止まる折には、お話し相手にも出なければならないので、儀式作法に詳しく、また、目端の聞くものでなければ務まらぬ役だった。道九郎が半ばは呆れ、半ばは怒った理由が、これでよくわかるであろう。地層版と彼とでは、およそ縁の遠い話である。何かの間違いだろう。 そう思ったのも無理ではあるまい。しかし、老職にはっきり断ったので、彼はそのことについては安心していた。ところが、その翌日のことであった。途上しようとしているところへ死者が馬を飛ばしてきて、お神のお召しですと伝えた。すぐにお上がりください。ジョールリグルワにおいで遊ばします。 受け止まった。すぐに思考をつかまつる。地層版のことだなと直感した彼は、叱られた時の答弁を考えながら馬を飛ばして登場した。ジョールリグルワというのは、岡崎城の東北の隅にある一角で、鉄砲的場がある。東九郎が参入した時、城主、水野忠義は、そこで射撃の稽古をしているところだった。 ただよはその時四十一歳。小柄な肥えた体つきで、蜂の開いた大きな頭と、への字なりの口つきに特徴のある、精悍な風貌をしていた。もっとよれ。トークロウが思考の根性をすると、ただよは振り向きもせず、銃を取って遠い的を狙いながら言った。昨日、 シュから申し出したサタ、事態を願い出たそうだな。は、誠に恐れながら、言い訳無用。ダーン重厚が火を吹いた。トークローには、その爆音が主君の嫉妬の声と思われた。忠だは、まだ煙を吐いている銃を自震に渡し、 玉込めのしてある別の銃を受け取って、再び的を狙いながら言った。武骨者で礼儀作法に疎いから務まらぬと申したそうだが、世には世の思うところがあって命ずるのだ。事態はならんぞ。はっ。東九郎はきっと唇を噛んだ。分かったら下がってよし。 叱られたらこうと考えてきた答弁を口にする暇もなく、東九郎が平服する頭上で、ダーンと、また銃口から火花が走った。その二発の銃声は明らかに、ただよしの怒りの表明に違いない。東九郎は一言もなく退出した。その年は参勤出布に当たっていたので、 六月に入るとすぐ、忠義は江戸へ去った。東九郎は地層番になったものの、はじめから警部している役目なので、ともするとバカバカしいという気持ちが先に立ち、心からお役を務めるという気が出てこなかった。例えば、地層番として大名の宿所へ挨拶に出ると、そのまま帰れる時もあるし、とどめられて酒きをもらう折もある。 そういう時には自然と話し相手をしなければならない。それも興味のある話題でもあれば格別だが、相手が大名のことだから話すことはおよそ決まっている。剣持忠義の父、万章寺殿の逸話を聞きたい。岡崎のやり組は評判であるが、どのような長練をするか。 ご神君より配慮の兜があると聞くが、拝見願いたい。剣持殿は、岡崎城に一人も夫人を置かぬと聞いておるが、事実か事実なら、側近のように不自由と思われるがどうか岡崎は、格別武士機室の激しいところだというが、一体、その岡崎気質とはどのようなものか そういう程度の質問が多い。東九郎はいつも相手にならず、一向に存じません。私には愛わかりません。大抵そんな風に答えて知らん顔をしていた。それも思い切った不愛素さで、全く地層版などという感じではない。一緒に行く町奉行がたまりかねて、幾度も注意をしたが、 拙者には拙者の務め方がござる。これで行けなければお役御免を願うよりいた方がござらぬ。そういうだけで、あえて改めようとしないばかりか、さあ来いという態度さえ示すのだった。夏去り、秋去り。やがて新しい春二月を迎えた。 東九郎の地層版は、ともかくも無事にとつき余り続いた。そのような勤めぶりで大した過ちも起こらなかったことについては、彼は、その主君忠義にもっと感謝しなくてはならなかったのである。なぜなら、剣持忠義は、その頃無双の荒大名として定評があったので、そのような風変わりな地層版が出ても、 宿泊する諸行の方で早がてんをして、また剣物の嫌がらせであろう。これはうっかり文句をつけると、どんな理屈でやり込められるかもしれない。触らぬ神にたたりなし。というほどに考え、わざと知らぬ顔で済ませたのである。東九郎は、無論そんなことには気がつかなかった。彼にはいつまでたってもその役目がつまらなくて、 自分が馬鹿にでもなってしまいそうに思えた。第一、激しい野戦訓練で鍛えてきた五体の節々が、四重むずむずとうずくようでやりきれなかったのである。こうして二月の半ばになったある日、彼は老食の部屋へ呼ばれた。行ってみるとそこには、過労の背後現在門と水野修磨とがいた。 今日は少し相談がある。主めがまず口を切った。これはお神からのお沙汰ではないが、地層版をしばらく交代してもらいたいと思うのだ。長くではない。この月ぱいでよい。役目の表はそのままで休んでくれぬか。無論、その間は途上に及ばず、屋敷で勝手にしていてよろしい。 現在門が言葉を添えた。承知なら今からでも下場してよいぞ。全く予想もしない話だった。嫌で嫌でたまらない役目である。本来なら即座に承知するはずなのに、東九郎は黙っていた。黙ってしばらく考えていたが、やがて表を上げると、きっぱりとした口調で拒絶した。 せっかくのご相談ではございますが、この儀はお断り申します。それはまたなぜだ何故かと申したいのは拙者の方でございます。第一、お神のおさたでなく役目交代とは、いかなる司祭あってのことでございますか主名は過労の目を見た。まさかこう反問されようとは考えていなかったのだ。しかし、 現在門はすぐ頷いて。そうか。では、その死災を聞かそう。と、形を正して言った。実は、数日うち、終わり大納言家が、当上会を入りになる。本来は五月下旬の御参勤であるが、今年は急に繰り上げてのご湿布だとある。終わり様とご当家お上とは、 かねており、いささか行くたてのあるお間柄であるし、また、お神の留守城へお迎え申すことゆえ、地層ぶれも格別吟味をせねばならぬ。その方従来の勤めぶりで、万一にも大納言家の御意に逆らう等のことあっては一大事と考え、重役ども相はがった上、一時お役を交代したらということになったのだ。 東九郎はようやく老職たちの気持ちが分かった。大納言義直と水野忠義とは随分以前から反目の間柄にあった。例えば、ある時江戸城中において義直が忠義に向かい、岡崎は名古屋のさえなりと聞くがまことであるか、こう尋ねた。忠義はその喧嘩に、 王瀬の通りと答えた。遠慮のなさすぎる返事である。義直は強いて笑いながら、では、世が軍勢を催して攻め寄せたら、見事防戦してみせるか。王瀬までもなきこと。微州家において、西三十三カ国の軍勢を借り申したもうとも、岡崎一条にて、二十日は食い止めてみせまする。 そう言って、忠義は公然と被体を上げていた。それからまたある年、忠義は、自ら家臣二人を伴って名古屋に潜入し、尾張家の武備を探索し、その白堀の新仙まで密定したことがある。その時、義直に偶然それを発見され、危うく捕獲されかかったが、身をもって逃れた。 吉直はこの時のことを憎み、あの折、ただ吉を打ち漏らしたのは何より残念なことだ、と、後ちまで悔しがっていた。そういうわけで、おわり家とは難しい関係にあったから、主君の留守城でもし間違いでもあってはと、老臣たちが考えたのは無理のない話なのである。道九郎はその司祭を了解した。 よく相分かりました。しかし、と、彼は眉を上げていった。大納言家だから拙者ではお役が務まらぬというお考えは、いささか画展が参りません。たとえ御三家、御三卿、将軍家がご宿泊遊ばしましょうとも、お上より仰せつけられました地層版は拙者の役目でございます。せっかくのお話ではございますが、 お役交代はお断り申します。そして彼はきっと口を閉じた。東九郎の玄句には一歩も譲らぬ決意があった。そうなるともう説得のしようはない。玄左門と主名は交代を断念した。しかし、 この旅だけは特に過ちのないようにと繰り返し念を押したのである。数日のうちに、尾張家の行列が岡崎へ到着し、吉直は宿所へ入った。尾州、紀州の宿泊する際は、城下町は、ほら金、太鼓を禁じられる。町奉行が小頭一人、 足軽三人を連れて、城下外れまで出迎え、続いて宿所へ到着の修儀を述べに出る。そして城下から家老が、地層版を伴って施行。家老は修儀を根性して退去し、地層版が残るのである。東九郎が吉直の午前へ呼ばれたのは、宵の七時頃だった。吉直はその時四十八歳。 白面の肥えた体つきで、目尻の切れ上がった僧帽に、激しい光のある、永気活達な風貌を持っていた。前にも記したが、将軍家光の仕方が無礼であると言って、まさに兵を挙げようとしたことがあるし、寛永十八年にはまた、家光の聖子竹千代、後の四代家綱が、三能者に猛ずるにあたり、美、木、 い三家に愚部を求めたところ。大納言の感触にある者が、無関の人に愚部する例を聞かず。もし竹千代殿が将軍家の子であるからというなら、我らは東初新君の子である。いずれにしても愚部はならぬ。こう固く拒絶した。この時使者に立ったのは、 酒井忠勝と松平信綱であったが、それでは竹千代に先立って参詣するということで落着した。将軍家に対してさえこういう人だった。その直情傾向の資質がそのまま風貌に現れている。午前へ進んだ東九郎は一目見て強い圧迫を感じた。 地層薬大義である。逆を取らすぞ。は許す。遅行。遅行。重ねて言われたから、東九郎は執行して吉直のそば近く進んだ。老身の宿所は別であるが、それにしても、その時座にいたのは若侍七八名で、 重役と思えるものは一人も見えなかった。その方、兼高と申したな。は。彼は静かに表を上げた。矢萩川は、当国の要害であると聞くが、港より河口まで何里ほどであるか。は。およそ四十二里三十町ございます。 吉直はちょっと口をつぐんだ。喧かに答えられるとは思わなかったのである。それでしばらく東九郎の顔を見守っていたが。では、岡崎城の石垣に用した石の総数はどうだは、東九郎は瞬きもせずに、櫓下を覗きまして、 総数二万七千八百個ほどの石を持って築いてございます。なかなか詳しいな。では、堀の深さは水の水位一条三尺と心得ます。矢萩川にかけた橋の数はどれほどか八橋、十七都州にございます。吉直はぎろっと目を光らせながら。 お金だか表をあげい。と、決めつけるように言った。今まで申したことは全部でたらめであろう。どうだいかにも、トークーは平然と。大勢の通り、みんなでたらめでございます。こう答え、平然と吉名を見上げていた。あまりに人を食った態度であれ。 よしなおの眉がピクッと見えるほど引きつった。はじめからでたらめを申すつもりだったのかそれとも存ぜぬゆえいた方なく申したのか喉元へ白人を突きつけるような調子だった。恐れながら、お尋ねの上場くらいは、岡崎の歌人として存ぜぬ者は一人もござりません。 もちろん、はじめからでたらめを申すつもりにてお答えつかまつったのでございます。それとも、右用の儀につき、いちいち真実を言状つかまつるものとおぼしめしでございましたか橋、年収、白堀の新鮮は城郭の機密である。誰がそんなことを本当に言うものか。そういう意味が、 東九郎の美雨にありありと見えた。将軍家光に対してさえ無駄とは譲らぬ吉直も東九郎の反問には元苦に窮した。なかなか申すのう。吉直はニッと笑いながら。役目大義であった。金三郎、相手して取らせろ。そう言った。 座を立った。塔九郎はそれから酒を強いられた。主号の者のを揃えたと見えて、七八人いた若侍たちが入れ替わり立ち替わり相手をする。負けてはならぬと思って片端から引き受けていたが、さすがの彼もついには泥酔し、十二時の時を聞く頃には、 もうその座にいたたまれなくなった。もはや一滴もなりません。明日のお役がございますから、これにて。止められるのを振り切るように、よろよろと遠く老は立ち上がった。待っていた菓子たちに左右から支えられながら外へ出ると、ふけた街筋は昼を欺く月夜だった。 主従四人は、己たちの影を踏みながら、ひっそりと寝静まったちを半あまり黙って歩いたが、ふと、くろ郎がほを止めて、う、まつの松ょう、よれ。と、低く呼んだ。そして二人を近く招いて、口やに何事か囁いた。は、心得ました。 彼らは表を引き締めた。すぐ参で、抜かるな。二人は袴の友達を取りながら、超下の軒先伝いに、今来た方へ走って行った。屋敷へ帰った冬苦労は、着物も脱がず、今へ入って仰向けに倒れると、そのまま歓声高く寝込んでしまった。叩きのめされたようにぐっすりと眠った。 明け方になって、焼けつくような喉の,の渇きに目が覚め、枕元の水を飲んでいると、庭の方で松之丞の声がした。東九郎は起き上がって廊下へ出た。まだ酔いが覚めていないので、ひどく足がふらついた。松之丞か。暗い庭の方へ呼びかけると、 下柱を踏み砕きながら松之丞が走ってきた。どうだ何も変わりはなかったかは、ただいままで見張っておりましたが、何事もございませんでした。ヤゴロウはどうしたもう戻る頃だと存じます。一緒ではなかったのかは、念のため、老神方の宿所を見て参ると申しまして。 言いかけて松之丞は振り返った。東九郎も裏門の方へ目をやった。誰か走ってくる足音がしたのである。それは、カイズカヤゴロだった。黙って縁先まで走ってきた彼は、そこに主人の姿を見出すと、息をあえがせながら。申し上げます。老身方の宿所裏手より、牙にて一人出たものがございます。 いずれ参った。外堀に沿って、まっすぐ矢作川の方へ勝って参りました。トークロウの水眼がキラリと光った。彼はきっと仰天をねめ上げたが。よし、松之丞、馬引け。そう言って大剣を取りに戻った。矢五郎を共に馬を飛ばして屋敷を出たトークロウは、まっすぐに矢作川の堤へ出ると、 ほのぼのと白鳴の動き始めた下半を透かし見ながら、馬速を緩めて川上の方へ打たせていった。こうして、およそ十二三丁ほど登ったとき、あっと、やごろうが低く叫びながら、手を上げて川の上を指さした。渡っております二人のいるところから、さらに山頂ほど上にあたって、今しも、 馬で川を渡してくるものの姿が見えた。トークロウは直ちに馬を降りて野五郎に預け、包みの下に隠れておれ、出るなと言って走り出した。よほど馬術に優れたものと見える。港の方で四五日豪雨が続き、川は水かさも増し、流れも常より激しくなっている。その流れを巧みに乗り切って、 疲れた様子もなく浅瀬へと上がってきた。もちろんこちらから渡ってまた私し戻したものに違いない。騎士へ乗りつけると馬を降りた。そこにはかねて着替えの包みが置いてあったのである。東九郎は包みを駆け降りながら、何者だと叫んだ。不意をつかれて相手は愕然と身を開き、 今取ったばかりの大剣を拾った。トークロはその面前へ詰め寄りながら。聞こう。今この川のセブミをしたな。相手は飛び出しそうな目でこちらを見た。何者だ名乗れ。す、セブミではない。相手は下のこわばった声で叫んだ。 拙者は、尾張家の家臣だ。水馬の稽古をしに参ったのだ。誰の指図でもない、己のための馬術の稽古をしていたのだ。それにしては場所が悪いぞ。東九郎はそう言いながら大剣を抜いた。矢萩川は岡崎の妖怪だ。いや、江戸幕府を守る妖怪なのだ。その背踏みをしたからは、 たとえそれがダイナゴン家の申し付けだとしても生かしてはおけぬ。抜け相手も逃れぬ場合と覚悟していたらしい。トークロウが抜けと叫ぶより早く、いきなり真っ向から抜き打ちを仕掛けた。いてる明け方のシジマを破って、つんざくような絶叫が飛び、灰色の空に健康が走った。しかし、それは一節なのことで、 トークロウの剣が大きく一戦したと見ると、相手は悲鳴を上げながら横ざまに川の浅瀬へ転倒した。トークロウは大股に近寄り、差し添えを抜きながらぐっと相手の濡れた襟紙を取った。大納言義直の行列が縮小発したのは、その翌朝の八時であった。 カロウ、町奉行らは連絡町まで見送りに出たが、トークロウの姿は見えなかった。かくて行列は城下町を抜け、縄手道にかかったが、どうしたことか、不意に乗り物が止まってしまった。どうしたのだ吉直の声で使い番が走っていった。彼はすぐに戻ってきた。申し上げます。 お友先の路傍にさらし首がございますので、取り除くよう掛け合っております。今しばらく。さらし首だと吉直の顔色が変わった。すると、そこへ友頭がはせつけてきた。申し上げます。なんだ吉直は身を乗り出した。お行列道筋にさらし首がございますので、 取り除くよう厳重に申し断じましたるところ、岡崎家臣、金高遠九郎なるものまかり入れ、大砲を犯したる癖者のさらし首なれば取り除くことを叶わず、立って所望なれば押し破って通られよと申し、鉄砲三十丁、ひなわをかけて動きませぬ。いかがつかまつりましょうや。金高、金高と申したか。 吉直は唇を噛んだが、よい、そのままやれ。そして行列は動き出した。縄手道に高くさらし首をかけ、勝ち組三十人に鉄砲を持たせて、二人の番頭が警護していた。一人は川越無衛門。一人は金高東九郎。かけた首は言うまでもなく、 やはぎ川の背踏みをした微周家の家臣のものである。静かに行列がそこへ差し掛かったとき、吉直は乗り物を止めさせた。そしてぐっと身を乗り出しながら、高く掲げたさらし首と、平腹している警護の者たちを見合った。金ねたか、表を上げい。激しい声だった。 そこにあるのは、いかなる罪を犯した者の首か。また、どうして世の通行に先立ってかけたのだ。司祭聞こう。恐れながら、おじきに申し上げます。東九郎もぐっと表を上げた。これなる者は、今早長、矢作川を馬にてセブミかまつりました。 申すまでもなく、矢作川は岡崎の要害、これなくして岡崎の守りはございません。これを背踏みされ、平地のごとく愛なりましては、岡崎一条、あって買いなき市議となります。よってすなわち打ち止め、要害を探る大罪人として、これに教主つかまつりました。また、大納言様恩道筋にかけました司祭は、と言いさして、 東九郎はきっと吉直を見た。この者自ら、恐れ多くも美衆様御家中なりと名乗りました。身体急してのたわごととは存じましたが、万一にも事実なれば天下の大事ゆえ、無礼をも帰りみずこれにさらし、恐れながらご尊願をけがしましてございます。このしるこ誠ご進化にござりましょうや否や、 とくとご尊願を願いまする。膝詰めにのっぴきさせぬ元句だった。後ろには川越無衛門はじめ、勝ち組三十人が鉄砲を構え、諏訪といえば切って放たんず意気込みである。利妃は明白だ。これ以上何かするとすれば、それは勝戦である。 吉直は突き上げてくる怒りを懸命に抑えながら、見知りはない。と一言。乗り物やれ。そう言って顔を背けてしまった。大納言吉直はこうして岡崎を去ったが、その後で死祭を聞いた老臣たちは驚き、すぐ東九郎に謹慎を命じた上、 江戸表へ九死をもってこれを報告した。剣持忠義からは折り返し死者が来た。老臣たちへは何という向上だかわからない。東九郎へは墨付きだった。それには次のような意味が書いてあった。申しつわすこと。その方に地層版を命じたる司祭。今こそ合展参りたるべし。 よきしかたなり、ほめとらす。よがきこくまで、その心へおこたるべからず。トークロウははっと目が覚めたように思った。自分を地層版に選んだ主君の真意が、今初めて分かったのである。ダーン いつか鉄砲的場で頭上に炸裂した主君の鉄砲の音がまざまざと耳底によみがえってきた彼は墨付きを押しいただきながら「殿!」と言って平服した山本周五郎作 大黒地層。お相手は村上陽でした。ではまた。